原町。原町。原の町は、宮城県仙台市宮城野区の町名である。江戸時代に、宿場町である原町塾、原の町塾が置かれ、明治時代には、町西の原町となった。昭和初めに、仙台市に編入され、仙台の東部における交通や流通の要衝となった。仙台の東部、宮城野区の中心部にあたる町である。この地には、 古くから街道が通っていたことから多くの人が行き来していた。仙台市の政令指定都市移行前は UR 仙台原町団地内に仙台市役所当資が置かれていた。移行後は陸前原の町駅前に宮城の区役所が置かれている。明治、大正時代においては宮城郡原町であり、昭和の仙台市編入後は原町小田原、原町南目。 原町新潟家の地名が広範囲において称された。その範囲は現在の青葉区と若林区の一部と宮城の区西部にあたる。1970年から始まった住居表示制度によってそれぞれ町名が変更された。現在、原町は1町目から6町目があり、障子として原町南目、原町新潟家がわずかに残る。現在の宮城の区役所の所在地は、 宮城野区五輪であるが、これもかつては原町小田原だった。江戸時代に仙台城下から東へ向かう街道の宿場町として、新潟村と南目村にまたがる形で設置されたのが原町宿である。この街道は仙台城下から原町宿、利府宿、高城宿、小野宿と続く道で、そこで石巻方向と気仙方向に分岐し、石巻街道。 気仙街道、南部街道とも呼ばれた。江戸時代以前の戦国時代には、原町の地を東街道が南北方向に貫き、それに沿うように形成されていた町が、半世時代に東西方向に付け替えられたと考えられている。江戸時代の原町は、物流の拠点でもあった。江戸時代初期に奈良北田川の流路が付け替えられ、それに合わせて水運のための運河が改作された。 塩が港から入った船には、船入り彫りを伝い、鴨モを出な北田川に移し替えられ、さらに鶴巻から船引き掘りを経由して、新潟県に上がり、原町の藩の倉場まで牛車で運ばれた。この当時の牛車は主に江戸などで使われるもので、この原町の事例は珍しいものだと言われる。また、原町には、大干所が置かれ、城下町以外の宮城郡のうち、陸方、 浜方、国部を管轄した。江戸時代後期、原町に、廃人の田村須虚がいた。田村須虚は、竹、芝帽白居の弟子で、自らの苦衆や松尾芭蕉の俳句の研究を表した。明治時代の原町は、仙台とその周辺における、流通の中心地の一つだった。原町には、米国省が多く集まり、米、麦、大豆の集産地となっていたほか、 高砂村から魚の行商が来ていた。また、塩釜や七ヶ浜の海産物が仙台の魚町に運ばれる流通経路上にあったことから、1880年、明治13年に原町に魚問屋が誕生した。1888年、明治21年に市政と町村制が交付され、翌1889年、明治22年、 宮城郡の南目村、新潟岳村、小田原村が合併し、同時に仙台区の一部だった北六番町の一部を編入して自治体としての原町が成立する。1918年、大正7年に仙台市が原町と長町を合併する構想が生まれる。しかし、この頃は軍政が執行されており、原町には宮城郡の軍役所が長町には 名取軍の軍役所が置かれ、町は軍の監督を受ける立場だった。宮城軍役所の立場として、軍の中心地を仙台に併合させるのは認めがたいことであり、この合併構想は進まなかった。長町も同様の事情である。1923年、大正12年に軍政が廃止されたことで、合併交渉が進展し、1928年、 昭和3年に長町と共に原町は仙台市に編入合併された。合併時における原町の人口は約1万人だった。この時、古くから続く原町の名称が消滅することが問題になった。仙台の司会はこれを考慮し、行政区画の大技に原町を含める形でこれを解決した。これによって原町新潟県原町小田原、 原町南目が誕生した。また、この合併と同じ年に NHK 仙台放送局がラジオの本放送を開始した。演奏所が北一番町に設けられ、原町には NHK 原町ラジオ放送所が設置された。これと前後し、1925年、大正14年に現在の仙石線にあたる宮城電気鉄道が仙台から西塩浜まで開通し、 原町には陸前バルの町駅が置かれた。またすでに開通していた東北本線に中間駅として東仙台駅が1932年昭和7年に開業した。1937年昭和12年に日中戦争が起こると軍事物資の増産が求められ日本の各地で軍工省が建設されていった。原町新潟県では 1940年、昭和15年に518万千平方メートルに及ぶ土地区整理が行われ、ここに東京第一陸軍造兵省仙台製造所が建設された。この製造所では主に航空機用機関砲の弾薬が製造された。また原町小田原にも同様に陸軍の造兵省が設置された。路面電車の仙台市電は環状線完成後、 環状線から分岐する支線を建設していったが、原町新潟家に東京第一陸軍造兵省仙台製造所があることから支線の一つである原町線は陸軍から早期開通を求めれていた。1942年昭和17年に路線の建設が開始されたものの戦争による資材不足などの影響から父として進まず原町まで開通するのは 終戦後の1948年、昭和23年である。1943年、昭和18年には、宮城電気鉄道線においてこの軍交渉への行員輸送のために、日田駅を移設する形で、新潟県駅が設置された。太平洋戦争の終結に伴い、日本各地にアメリカ軍が進駐した。原町新潟家の東京第一陸軍造兵将。 仙台製造所は、新中軍に接収され、キャンプ新メルペニヒと呼ばれた。ここは返還後に、陸上自衛隊の仙台中屯地となる。一方、原町小田原の陸軍用地は払い下げられ、仙台市ガス部や日本船売工社、その他企業の工場が立地した。現在では、工場軍はなくなり、変わって商業店舗が立ち並ぶようになっている。 原町南目は1970年代に流通センターとして整備され、卸売業や物流に関わる企業が立地し、トラックのターミナルや倉庫団地が建設されていった。1973年、昭和48年には、仙台中央卸売市場が宮城野原からここへ移転した。これが現在まで卸町として続いている。1960年、 昭和35年頃の原町地域における商業店舗数は300程度だったが、1970年、昭和45年には1000店舗を超えた。原町本通りを中心に原町は商業地として栄え、仙石線や仙台市電に乗って、よその地域から原町へ買い物に来る人もいた。この頃の原町には映画館があった。 仙台市電原町線の鹿島通り停留所前に、東日野で劇場という映画館があり、この劇場は1978年、昭和53年まで営業した。坂下にも原町東映劇場があったが、これは鉄道敷設のために、区竹橋付近に転し、新潟東映劇場、東東映劇場と名称が変遷して、1960年、昭和35年頃に亡くなった。 仙台市電は1960年代前半までは利用者数が増加傾向にあったが、その後は減少していった。収益は赤字であり、また自動車の普及による交通渋滞の問題もあって、1976年、昭和51年に原町線を含めて仙台市電全線が廃止された。また仙台市中心部や郊外の発達に伴い、原町の商業店舗は、 次第に減少していった。地域の活性化と道路交通の安全という二つの目的を兼ねて、1987年、昭和62年に原町本通りはコミュニティ道路となった。1989年、平成元年仙台市が政令指定都市に移行し、陸前丸の町駅前に宮城の区役所が置かれた。原町が調整施行してからちょうど百年後のことである。 2012年、平成24年には、地域文化の拠点施設として、図書館や音楽ホールを備えた宮城野区文化センターが、陸前バルの町駅前に開館した。2017年、平成29年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。